花岡には葬儀終わってから動けって言うとけ。はい。クロスも必死や。そういう男は助けだらんとの。後で道具用意してる、ね、今から幹部会で本部に行かなかので夜飯でも行きましょう。ご無沙汰してます。また座布団が上がったそうですね。上がりまくりや。そのうちてっぺんまで行くさかいに、その時は大阪にもラーメン屋出してやるわい。了解。お姉さん見つけました。そのまま監視しててください。わかりました。逃げる可能性もありますから早めに判断頼ます。本部に伝えておきましょうか。本田さんからも連絡あったんや。頭からでっか。そない東洋会ってすごいんでっか。分かっとるかな。ちょっと待っとれ。これはこれは花岡組の島木翔平です。よろしゅうに。車は向こうに止めてますんで。ヤクザか暴走族に負けてどうすんだよ。しかしあいつよく覚えてんな。そういう輩には気をつけた方がいいですね。恨みの思いは強いですから。これからは宗像組が理事会ですか。まあそうなるやろな。ややこしい組が立ち上がったで。どうやって我が二人は。まあ相当腹は据わっておりましたわ。暴走族上がりと官僚上がりか。おもろいやつらやもう。